はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、マーク X ですね。マーク X ね、2019年で、販売が終了ということで、この車はもう生産が終了になるみたいですね。生産終了ってなるとね、結構逆に人気が出たりして、マーク2チェイサーとね、トヨタの中では結構人気な、モデルでしたけども、もう販売が終了ということなんですね。ちなみにね、こちら新しいカムリ、カンムリのカムリですね。まあ、カムリがね、結構近い、モデルになるので、モデルが被るということなんですかね。結構ねお客さん見てますよね。最終モデルやっぱねみんなちょっと欲しいなって思いますよね。いや、後ろのねシルエットもなかなかねシンプルでかっこいいデザインだと思います。まあ、トヨタらしいデザインですよね。2.5 リッター V6 エンジンということで FR なんですよね。なのでね結構スポーティーな走りをするみたいですよね。 FR の車もね本当に少なくなりましたよね。いや、これ生産終了はもったいないな。もう V6 っていうのもね、なくなりつつありますよね。今もう直列、4気筒エンジンとかね、どうしても、燃費を稼ぐ、エンジンになっておりますよね。ではね、ちょっと内装の方を見てみましょう。お、低い。お邪魔しますと。内装はね、こんな感じです。トヨタのラグジュアリースポーツカーっていう感じがプンプンしますね。うん、マーク X ね、乗ってる人は結構おしゃれな人も多いですもんね。ボタン類ね、こんな感じだったんですね。結構ボタン式で、これダイヤルじゃないです。で、ところどころね、ちょっとカーボン調というか、これ木目かな。仕上がりはいい感じです。ほら、これぬるーんとね、トヨタ特有ですね。これぬるーんと動くやつこれもほらぬるーんと、こういうところにねちょっと高級感を感じますよね。シートヒーターのねダイヤル調整こんなところにあります。ちょっと押しづらい。ちゃんとスライドします。やっぱねパドルシフトとか、スポーティーさを感じますよね。なんかしっかり作られてる感じ。扉もね結構分厚かったんですよ。ボディ剛性も強そうですね。ではね、後部座席乗ってみようと思います。FR なんでここがどうしてもボコッとね出るんですよね。これ真ん中に座れんことないですけど、ちょっと足の踏み場に困る感じですよね。結構盛り上がってるな。後部座席こんな感じです。あ、まあ広々ですね。これがねリクライニングできるんで、ほら座高の高い私でも十分乗れます。ほら結構これぐらいリクライニング、これぐらいの幅リクライニングするんですよ。やっぱね V6 ねもう少なくなると逆に、まあ、燃費は悪いんですけど、いいなと男のロマンを感じますね。 2.5 リッター、203馬力、トルクの方は、243Nm か。ちなみに、JC08 モードは 11.8kPa ですね。トランクルーム開くかな、開くのかな、開かないのかな。ちょっとトランクルーム開けてみましょう。結構こういう開き方するんですね。ゴルフバッグね、十分乗りそうなスペースがあります。まあ、これ全部ね鉄で囲われてるんで、トランクの中はねセキュリティ面では、最高だということですね。まあ、ロッカールームみたいな感じで使う方も多いと思います。マフラーもね、結構太めのデュアルマフラーがついておりますね。ちなみにね、マーク X250S 2WD、320万いたします。まあね、ハイブリッドじゃないんでね、まあ320万ぐらいで値段が抑えられるんですね。内装もね、結構川張りで良かったですよね。はい、というわけでね、マーク X、2019年に、生産終了ということで、寂しさもありますが、ラグジュアリースポーツな車でいいと思いますね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでマーク X でした。じゃあね、バーイ。